こんにちは、安江さん。そうですね、挑戦は未来へのプレゼント。まさに今私プレゼントを受け取ってる状態ですね。2013年にネットビジネスと言われる世界に入ってですね、その頃横一列で入った方がどれだけいたことか。そしてですね、2012年とか2014年、私が入る2013年の前後にどれだけ多くの方が参加してきたことか。多くの方がですね、鳴り物入りと言いますか、自分の気合ですとか根性ですとか夢とかね、目標とかっていうのを掲げて、本当に鳴り物入りで入ってきてですね、私から見るとすごいな、叶わない人ばっかりだな、若い人がすごいなとかね、すごい経営者がネットビジネスっていうのを取り入れるんだなと思うばかりだったんですよ。ただ今ね、こうやって振り返って周りを見てみると、その頃私が脅威を感じていた人、その頃私が追いかけていた人、ライバルと思っていた人、誰もいないですね。誰もいないってことは、吉谷さんと私の関係をね、こう振り返ってみると本当によくわかるなと思うんですよ。いや、本当感慨深いなと思います。一時期当てた人も今いないですしね。人との関係壊して YouTube もアップロードできなくなっちゃったりとか、SNS から去っていったりとかね。よし、だからなんていうんですかね、私は思うんですよ。ああ、やっててよかったなっていうふうに。でも多くの方は、ああ、やっときゃよかったって思うんですよね。それはこれからも変わんないと思います。実はね、プランクっていう筋トレとダイエットを組み合わせたね、手法があるんですけども、これ私2分やってて今3週間目なんですけども、体重も減ったしウエストもね短くなったんですよ。で、同時期に始めた方はみんなやめてます。15人くらいいたんですけども、続けてるのは私だけで、他の人はみんなやめたんですね。ですから私はこう思うんですよ、やっててよかったっていうふうに。で、FX にしてもそうなんですけども、私 FX ね、気がついたら4年やってるんですよ。4年毎日相場解説を、勝ってる時も負けてる時もよく分かってない時も、物を覚えた時もずっと動画でアップロードしてるんですよね。どのぐらいなのかな、単純に考えても1000本は毎日1日1本やってても1000本あるんですよ。でも1日に1本ってことはなくて、やっぱり2本とか3本とか特別編とかやってますんで、でコンテンツっていうのも作ってますからね。それはやっぱり3000本ぐらいになってるんじゃないかなと思うんですよ。そう考えてみると、やっぱり FX もね、ああやっててよかったと思えるんですよ。でも多くの方はやっときゃよかったなんだろうなと思うんですよね。ただただ人生ってのはこの差だけで、やっときゃよかった、やっといてよかった、この2種類に枝分かれしていくのかなと思うんですよ。全てのものがそうだと思います。気がつけば私も2013年からなんと7年もネットビジネスやっていたりとかね、お金を稼ぎ続けて7年になるわけですよね。おかげで家族が、家庭も持てたし、家族もね、こうやって余裕な時間で養っていけますし、多くの方との出会いもあったし、本当におかげだなと。40歳から始まった私の人生が47歳の今の私にね、たくさんのプレゼントをくれてると思います。さあ、今日の動画のまとめなんですけども、今ここ大和くんね、子供がいますよね。子供はまだ何もやってません。でももしかしたら、子供の運のいい悪いは親がどれだけのことをやってきたかってことになるかともしれませんね。もしかしたらまだ分かりませんけども、うちはうちのね、大和くんが、すごくお父さんお母さん頑張ったなっていうふうに評価してくれるのか、お前らもうちょっと親らしいことしろよって言われるのかね、どっちなのかなと怖いばかりでございます。ワンワン泣いてんじゃないよな、放送中なんだから。ほら、わーということでね、思った通りにはならないもんです。はい、カメラ見て、いってらっしゃい